こんにちは、気象予報士の安西梨沙です。お疲れさん。登山地図アプリヤマップ専属ガイドヒゲ隊長です。 ありがとうございます。はい、私たち今福島県の安達太良山のもみじ狩り登山に今来てて、めっちゃ綺麗ですね。本当に素晴らしいですね。これは私東京なんですけど、はい、鹿児島じゃないですか。鹿児島ですよ。まだですよね。鹿児島なんかもう緑しかなかったです山。そうなんです、そうなんです。真緑、まあ、麓ってだいたい11月下旬とか12月上旬が紅葉のシーズンなんで、西日本そうですもんね。特に、はい、なのでやっぱり東北かつ山の上っていうので、今ちょうど見頃に入り始めた感じですかね。そうです ね最高の時行きました。綺麗です、はい、でも紅葉ってやっぱ天気関係あるの知ってますか。天気、季節じゃないですか。あ、まあそっか、気温が低くなったりとかあるんですけど、うん、紅葉の色づきに必要な天気の要素って何だと思いますか。必要な天気の要素、要素2つですね。これ知ってるんじゃないですか。いや、知らないです。これ大喜利ですよね。大喜利。動物とか、うんうん、冬眠するじゃないですか、うんうん、なんかそのイメージなんで、やっぱり気温じゃないですか、やっぱ、うん、気温あたりです。もう一つ、もう一つは気温と風。あ、風もね、冷たいでしょ、風が。秋になると風じゃないかな。関係あるかもしれないんですけど、ちょっと、うん、気象予報士的にもう一つ解説したいのが、もう一個、はい、日光なんですよ。日光、この2つ重要で、はい、まず日光は葉っぱの中に含まれるアントシアニンっていう成分が日光に当たることによってどんどん増えていくんですよね、はい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 、そうするとアントシアニンって赤くなる成分なので、はい、葉が赤くなるために日光が必要になる。なるほどなるほど、うんうん、もう一つ気温、気温は昼と夜の気温差が大きくなると、葉っぱの中に含まれているクロロフィルっていう緑の成分がなくなるんですよ、はい、少なくなる。じゃあこれクロロフィルからですかね。クロロフィル、これそう、ね、気温差、うん、そんなことはないんですけど。なので、あの、はい、クロロフィルが減ると赤く綺麗に見えるっていうんで、日光と気温が大事になるんです。気温が下がってクロロフィルがどん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 要素として減っていくと。そうなんです。反対に日光のアントシアニンで赤いのがどんどん、今やっぱり出しゃばってる状態なんで、これから寒暖差があるとアントシアニンが出てくるっていう。なるほど。今日多分結構人いっぱいいると思うんですけど、もみじ狩り登山で多分皆さん来てると思うんですが、うん、秋の登山、はい、で大事な、なんかちょっと気をつけたいポイントってアウトドアガイド的にあったりします。あります、あります。やっぱりそのもみじがね、高低差っていうのと同時に、はい、この高低差のすごく大きい時期なので、うん、今日調子こいてね、わんぱく、わんぱく半ズボンですけど、あれってなりますね。薄いね、ペラペラのウィンドブレーカー着てますけど、やっぱこの時期頂上行くとね、1000メートルで6度違うとかもあるし、うんうんうん、寒暖差も大きい時期なんで、うん、こういう時期はやっぱり、あの、必ずですね、うん、防寒着、ダウン、大事、ダウンで、こういう最近ダウンね、ちっちゃくなるので、ね、行動中はいいんですけどね、この休憩中とか、うん、雨降ってきたりとかも急激に寒くなるんで、うん、こういうダウン、これ必須ですね。必ず持つようにしてます。夏の山は暑い時だから、はい、あんま持っていかない人多いかもしれないけど、ね、秋は絶対必須ですよね、うん、必須です。もう本当、うんうんうん、寒さっていうのが一番敵なので、ぜひこの時期は短パン、あ、下もちゃんと対策してますよ。してますか、はい、よかった、はい、防寒着は必ず必須で、はい、秋の山は夏とは違うから大事ですね。寒暖差が大きいということですね。そうですね、日中ね、はい、暖かいなと思ったとしても下山の時間とかになるとね、寒くなるかもしれないし、日が早く落ちるから、そうです、ね、より早く寒く感じるかもしれないので、ぜひ、ね、暖かいものは持って行って、僕の中のアントシアニンが増えていてね、ちょっと赤ら顔になってませんか。大丈夫ですか。大丈夫だと思います。クロロフィルに負けてませんかね。大丈夫ですかね、はい、黒くなってます。黒くなってます。わかりました、はいはい、もうちょっともみじ狩り楽しみながら進んでいきましょうか。はい、じゃあ行きましょう。